こんにちは、劇団スカッシュです。はい、私の大好きな企画を今日持ってきました。何ですか？ローソン盛りすぎチャレンジ。わただごめんなさい、第2弾になったらケンちゃんさんさ、俺また買ってくるねって言ったじゃん、違う商品出るから。うんうんうん、第2弾逃しちゃって第3弾になっちゃった、ごめん。え、あれはプレミアムロールケーキは？あれはない。それを待ってんのよ。いや、それは第1弾でも そもそも終わったのよ。ああ、そ そう終わっちゃったので、第2弾で、うん、まあ、ツナマヨネーズとか気になってる焼きそばパンとかあったんだけど、うんうんうん、あの第3弾が始まったんで、まあ3弾だからもうまた終わっちゃうから、やんないと。だから買ってきたから。何よ今日は。俺もうごめん、ご飯さっき食べたのよ。で、いいよ、だから一口とかでいい。ああ、なるほどね。でお見せします。じゃじゃん、粗挽きポークフランクロール。やっぱでかいね。 47% 増量。これは総重量がすごいでしょ。あれなんで 47% なんだっけ、前も聞いた。そう、47都道府県発表計画だからね。じゃあ覚えてよそこ。いや、 50% にしろよ。いいじゃんそこは。なんかやだよ 47% って。でケンちゃん本当ごめんなんだけど、今日はね、ハムカツサンドっていうのと、うん、チャーシューマヨネーズおにぎりっていうのがあって、うんうん、それが俺食べたかった。それはあるの？ハムカツ売り切れてた、やっぱり。え、今日これだ、これもう一つ一点突破じゃん、すげえじゃん。これも一個だった、残り。なんでそんな人気なんだろう、わからない俺も。でもまあしゃあないなと。あ、でもね、この間の動画を見た、うん、俺の友達から、おう、あれ食べてたね、うん、羨ましいって言われた。ほらケンちゃん全然喜んでなかった。何がどれがって言ったら、うん、あれでしょ、 ローソンのやつでしょみたいな、うんうん、でもロールケーキの私で食べたかったんだって言ってた、その人。あ、その人もね、うん、だからもう羨ましいって、お前、俺はロールケーキ食べてねえんだけどって思いながら。いや、だって看板出てるぐらいだよ、その。そりゃ出すよ、看板は。ローソンが出してるでしょ、そりゃローソンは出すよ。だ、あれ大人気なんで、すみませんみたいな、完売ですみたいな。そう、まあ、そっかそっか。でね、でも俺ケンちゃんに、俺これだけだったら、うんうん、殴られるかなと思って。殴んない、だから ご飯食べたんだって俺は。もう、あ、じゃあむしろもうちょうど1個でよかったと思って。1個でよかったっていうか、もうそのそうそうそう。あ、ただごめ ん今日は盛りすぎチャレンジを超えていこうと思って、ゆうやの気になってたコンビニシリーズっていうのにちょっと。ああ、でもそれはちょっと気になる。そっちの方が気になる。いい？じゃあそっちの方がいいよ。ファミリーマートさんから出た。ローソンじゃないんだ。なんでローソンじゃねえんだよ。ふざけんなよ。絶対ローソンだよ。サムネイルとか、なんかこの動画のタイトルとかどうすんのよ。いや、俺47がお尻なんじゃないの今日は。わかんない、こっちになるかもしれないから。なんでファミマなの、わかんないけど。何それ、ちょっと顔だけじゃ出してです、あの。ん、これ持ってる一応。あ、なんかこれ、あ、いいのいいの、あの、マスクも取ってた。あこれはファミチキとクリスピーチキンなんだけど、うん、それがね、うん、なんと間に、うん、あの、あれが入ってるの、タルタルソース。あ、タルタルソース。え、タルタルソースインファミチキとすげえクリスピーってのが出て、ずっと気になってた。それ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 、だからこれを3つとも食べていこうということで。そんなの出てたんだ、知らなかった。そうそう、でも言って、これから食べる、どんぐらい食べるけんちゃん、もうやめてほしいぐらい。それは食べないっていう選択肢もあるよ、そのだってゆうやさんもさ、別になんか昼飯両方食うつもり、夜にとっとってもいいんじゃないの。いやいや、そのいや、別にケンちゃん食べなくてもいい。あ、じゃあ食べる、食べて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 、うん、せっかくだから、もう開けちゃったわけだから。まあまあ、今開けたんだけどね。開けちゃった、開けちゃったわけだからって言ってたけど、今開けた。ケンちゃん食べなくてもいいよ、もうちょっとだけもらいます。ちょっとだけ、すいませんね。じゃあ、ほんとちょっともらっていいんですか、すいません、むしろなんかこれでいい、すいません、多い、もう、いやいや、もうそれで十分です。どうぞ。これはでもまあ普通のね、普通にうまいだろ、ウインナーパンはうまいもんね。いただきます。絶対おいしいから。あ、ケチャップ、うん、うんうんうん、うまい。うん、増量してるっぽい味だね。
どういうことですか。なんかさ、パンがさ、すげえ攻めてくる感じ、うん、これでも前回ケンちゃんが言ってたじゃん、うん、ただ大きくしただけだったら、うん、感想も何もない、うん、そう、これはほんとごめん、何にもないわ、感想が。おっきい、おっきいよ。でもこれは嬉しい。ソーセージパンって言ってもなんか問題ないのよ。わかる、うん、結構まあ値段もするしね。そうそう、181円、うん、だからこれが 47% アップってのは嬉しい嬉しい。もう次行こう、サブだから今の。早っ、サブだって不動産。あんなに何週かまたぎでやってるのに。じゃあファミチキから行く。ファミチキ、え、あ、なんか色面白い。本当だ、なんかなんか何、海苔、カビ。海苔じゃない、タルタルが入ってるってどういうこと。ん、なんとなく入ってるね。あー、この白いやつがタルタル。これでいい、これ触っちゃったけど。いや全然いい。え、いいんすか、こんなにもらって。もちろん。あ、もうお腹いっぱいなんだっけ。うん、そう、お腹いっぱいだ。半分です、半分です。あ、すごい、結構溢れてるとこもあるわ。うん、いただきます。あ、うん、いつもの味に、うん、ちょっと甘酸っぱい、うん、タルタル。タルタルはもうほんとアクセントみたいな、うん、あの普通に想像通りの味だったんだけど、うん、欲を言えば、うん、だからもう少し口の中をタルタルでいっぱいにしたかったから。まあまあそりゃね、そりゃ贅沢よ。それはでも後乗せじゃないと無理じゃない。いただきます。これはもう真ん中に、こっちの方が期待できそうだね、うん、タルタル感。いただきます。うんうんうん、わかりやすいタルタル。うんうん、こっちだ。これはほんとタルタルだね。これタルタル、味も好き、さっぱりしてるし、あの肉側が、うん、やっぱファミマってすごいな。うん、ローソンは、なんだかんださ、チキン系はやっぱファミマだよね。うん、ローソン、Lチキンあるけど、俺はセブンイレブンの揚げ鶏も好きなのよ。ああ、あれうまいよね。あれもうまいし、うん、セブンイレブンはあとアメリカンドッグ。あ、俺もそう、甘いからね、ちょっとうまいよね。で、やっぱファミチキ、うん、だからファミチキがあるからファミマももちろん好きだけど、うん、ローソン、やっぱセブンイレブン。ローソンはローソンはセブンとファミマなんだよ、やっぱり。ローソンは唐揚げくん買う？唐揚げくんは買うんだけど、うん、まあ買うか。家の一番近くがローソンだからっていう。そうなの、だから近くにローソンがあったら、うん、唐揚げくんの確かにね、うん、たまに味変されてたら、うん、おっと思う時が確かにあるけど、でも一番好きなのは、うん、つくね串かな、ファミマの。あー、ファミマのつくね串ね、うん、ということで、はい、今日のゆうやのおすすめチョイスコーナーでは、コンビニでは、ファミリーマートのタルタルソース入り、チキンクリスプが、うん、第1位でしたー。ケンちゃんはそれだね。でも、うん、間違いなく珍しく、俺とケンちゃんの意見が一致しました。はい、たまたまね、終わろうと思ったらタッチャンが来たんでね、はい、タッチャンにもじゃあ、あのどれでも食べていいですよ。そのあと何でもなくない、これ。そうなんだから、何でもないよね。普通にゆうやさんがコンビニでなんかご飯買ってきたっていう。いや、だとしたらさ、うん、俺家にバスチーあったからさ、47% 増量したバスチーあったから2個来たのに言ってくれる。あれゲットできたんだ。うん、あの2時半ぐらいに行けばゲットできるって、あのうちの近くのローソンのおばちゃんに教えてもらって、あ、行ったの。すが、そしたらバス中うまいよ。ほら、いいな、うん、いや、まあ、まあ、どうにもぐちゃぐちゃになっちゃったよ。はいはい、まあ、じゃあ俺のせいで。まあこれね、これはあの大丈夫だ、しなびた時の俺によく似てます、ね、よくさ、食えるな、それ自分でともぐするわけでしょ。しなびた時の、いただきます。いい食レポだな。まあ、そうでしょ、でしょ、これはもう何にもさ、あの、新しいあの、うん、出会いはないじゃん、うん、別に美味しいから。じゃあなんで買ってきたこれ。もうまずこれしか売ってなかった。これは何、これファミチキのタルタルソース入り。ファミチキ、ほら、タルタルソース入り。そりゃそういう気持ちになるよ。 47% 増量だと思ってここに来たんだ。うまい。まあでも同じだよ、感想は。ケンタッキーみたいな。そんな感じ、普通のなんかケンタッキーとほぼ同じ味だな。なんかケンタッキーの、うん、チキンを食べたいけど近くにケンタッキーない人はこれ食べればほぼケンタッキー。まあでもそう、まあ、確かに、うん、これね、それわざわざすんごく細かくしてる。いや、なんかもうマックも買ってきちゃったから。うん、確かにちょっと増量しすぎてる自分は。俺は、うん、1位はファミチキン。ファミチキン。おお、2位は、2位は、うん、
俺は、うん、これパン、え、パン、うん、あ、なんでこれダメなの。俺とケンちゃんはもう、うん、完全にこれが一だって、うん、なんか、うん、そのタルタルソースの中に入れてんじゃんね、うん、そのいや上からかけるよと思う。もうなんかそのなんかなんで入れたみたいな、そのそれはもうだってホットスナックの売り方に対してなんか言ってるよそれは、ね、しょうがないじゃん、あのケースの中でしか売れないんだから。タルタル上にかけちゃったらもうカピカピになっちゃう。違う違う、タルタルくれんのよファミマは。買わないともらえないじゃん。ファミチキバーガーの時ってタルタルもらえないんだけど、なんか俺もらったんだけど、あれって本当はくれちゃいけないやつなの。いや、パンの時はくれる。そんなのあるんだ。でも、そしたらさ、知らなかった。なんかそれ、なんつうの、後乗せしたらさ、うまいじゃん、もうそれ後乗せの方がうまい。それはそうだ。そうでしょ。それはそうだ。それはそうなんか、温まっちゃったから。そうそうそう、なんか、なんかに入っちゃってるからなんかに入っちゃってるからさ。だからもうやだよ分かった。じゃあそれ当たり前だから。もうだってみんな3人ともホットスナックでもないんだよ今日の話は。だからローソンなんでしょ本当は。これ何なのマジで、頭ガチャガチャサムネとかタイトルとかみんなどうすんのよ。見てるんだもん頭ガチャ。普通のそう昼飯昼飯食ってうまいだのまずいだのなんかそういうこと言ってるって。あー楽しかった、まあ、47% 増量した良さってさ、うん、増えた良さじゃん、うん。だからほんとそれを言ってほしいのよ多分見てる人としてはさ、うん、そうね、味がどうなの。味のことはいいんだよ、うん、いいじゃん。楽しかったから美味しかったし、まあ、美味しかったよ、美味しかった。また次はだからあの俺が気になってるやつ紹介するよ、うん、コンビニの、うん、気になってるやつ。これ何もしかしてさ、うん、スカッシュの経費で、うん、お前の昼飯食う企画じゃないよな、うん、ああ俺は今日はさすがに途中でおかしくないと思って、ね、ちゃんと別会計で他のもの買ってきた。いや、いいんだけど、これは経費で買わせてもらって。いいんだけどさ、はい、楽しい一日でした。またねー。